よく来た。まだアリオスは戻ってないけど、よかったら2階で、なんだったら用事を済ませてから来てくれてもいいけど。あ、そう、そろそろ夕方だし。それじゃあ2階に上がって適当にくつろいでてちょうだい。お茶とコーヒーの用意があるから勝手に入れちゃっていいわよ。わかりました。それではお邪魔し、なるほどな。クリムゾン商会というのにそんな裏があったとは。最近帝都方面の情報が入りにくくなってたものね。ありがとう、おかげで助かったわ。いえ、お役に立てたら幸いです。しかし赤い星座の情報はそっちの方でも掴んでないわけ。ギルドって両兵団と小競り合いをすることが多いって聞くけど。確かに多いが、赤い星座クラスの大物と事を構える機会は滅多にない。下手をすればお互い全面戦争になりかねないからな。そこまで、ちょっとした小国の軍隊レベルみたいですね。数ある両兵団の中でも赤い星座は別格と言えるわね。大陸全土にコネクションを持ち、紛争の兆しあらば即座に介入して自分たちを高く売り込む。同じ両兵団で匹敵しそうなのは西風の旅団くらいかしら。確かルバーチェの若頭の古巣だった場所だったっけ。あっちもあっちで歴戦の猛者どもが集まる両兵団だ。特に両兵王と呼ばれたトップは化け物みたいなやつだったが。半年前に投身、俺の親父と相打ちになったらしい。ランディ、いろいろあるみたいだな。一応その情報についてはギルドの方でも把握しているわ。ちなみに現在西風の旅団は活動を休止しているそうだけど。星座の方は相変わらず精力的に活動しているみたいね。お辞儀が残っているからな。赤い星座の副団長オーガロス・シグムント、刀身と両兵王に匹敵するほどの化け物だ。その3人は特に有名だろう。話を聞く限りでは俺ですら太刀打ちできるかどうか。風の牽制が太刀打ちできない。私の見る限りじゃ五分五分くらいかしら。剣士と両兵じゃ戦闘スタイルも得意とする間合いも違ってくるしだな。あんたは確かに強いが、おじきも正真正銘の化け物だ。やり合えばお互いただじゃ済まねえだろう。なあ、分かって、だが必要とあらば敵対することもありえるだろう。問題は彼らが何の目的でクロスベル入りをしたかだが。結局そこですよね。これだけ情報を集めてもそこがわからないんじゃね。手がかりは帝国政府が絡んでいるってことくらい。それなんだけど、一つ気になる情報があるのよ。共和国方面でアリオスが掴んできてくれたんだけど。どんな情報ですか。ああ、ヘイユエについてだ。どうやら現在共和国政府がヘイユエの長老たち
本当ですか？ヘイユへの長老ということはより中枢の人物たちですよね。それでね、もう一つのポイントなんだけど、その取引を主導したのがキリカローランって女性なの。それってまさかあのキリカさん？へえ、オークションの時に見かけた黒髪のお姉さん。実は彼女は遊撃士協会とも縁がある人物でな、リベールのザイス支部で受付をしていた経験もある。だが1年ほど前に引退し、カルバードの情報機関に移籍した。その情報機関の名前をロック…そうだったんですか。ロックスミス、共和国の大統領の名前です。大統領主導で新たな情報機関が設立された話は聞きましたが、ちょっと待ってください。赤い星座とヘイユエは以前構想しているんですよね。その2つに2大国の情報関係者がそれぞれ接触しているということは見事な対立構図が出来上がりつつあるというわけだ。まさかクロスベルの地で帝国と共和国の代理戦争を。当然その可能性も、特に明日からの通商会議ではエレボニアからは最小に王子、カルバードからは大統領が来るわ。お互い機に乗じて相手のトップを抹殺するつもりかもしれないけど。だがそれにしてはお互い接触を隠していないのは不自然だ。仮にヘイユエや赤い星座が動けば、そうした背景が明るみに出て国際社会の非難を招き寄せるだろう。確かに短絡的な攻撃を仕掛ける状況ではありませんね。でもそれならどうして。くそ、おじぎども、一体何を考えてやがるんだ。いずれにせよ現在できつつある構図には多分俺たちが手に入れていない欠けたピースがあるはず。それを掴む必要がありそうですね。なるほどね。ロイド君、先回りされちゃったわね。実は我々も同じ見解でな。その欠けたピースについてはギルドの情報も駆使して現在当たりをつけている最中だ。そうだったんですか。そんじゃ何か分かったらこっちにも教えてくれんのか。ええ、新たな事実が判明次第。お前たちの方でも何か掴んだら知らせてくれ。明日からの3日間を何事もなく乗り切るためにな。了解しました。何か判明したらすぐにお知らせし。そっか、明日はしずくちゃんとデパートの屋上に行くんだな。うん、除幕式だけ一緒に見ようって約束したの。そうなんだ。あら、でもしずくちゃん除幕式の様子を見るのは。そんなことねえって。シャキーン、あれ見ろ、いつも通りクールでハンサムなナイスガイだろ。ナイスガイ先輩、
回はさすがに死後なんじゃ。から元気も元気のうちってことかな。まぜ返すな後輩ども。でもランディ、あまり一人で思い詰めないでくれよな。そうね、こういう時のために私たちがいるんで、くれぐれも自分だけで何とかしようと思わないでね。分かってるって。ただまあ一応俺の身内でもある連中だ。一度腹を割って話してみようとは思ってる。それは危険じゃないのか。まあ勝手知ったるってやつだ。しかしおじきのやつ話があるとか抜かしながら全然音沙汰がねえんだよな。ルバージ跡を訪ねてもイルスを使ってるみてえだし。そうなのか。さすがに腹が減ったな。そういや課長は今夜は遅くなるんだったよな。ああ、明日の除幕式の段取りが長引いてるみたいだからな。だったら今日は外食で済ませるのもいいかもしれない。たまにはいいですね。するとそこのレストランか流浪飯店あたりになるかな。なあ、荷物置いたらみんなで出かけようか。サイト、どうしたの？なんかお客さんが来てるって言ってるよ。お客さん？ランディ、とにかく入ろうか。何しに来やがった？あ、釣れないな、ランディーニーは。2年ぶりの可愛いいとこにそっけなさすぎるんじゃないの？いいから答える。何しに来やがった？いや、ここで何をしていた？ぬるいね、ランディーニー。対人トラップを仕掛けてたら入った瞬間にひき肉になってたよ。いつからそんなにふぬけになっちゃったのさ。あなたいきなり何を。心配しなくてもトラップとかは仕掛けてないよ。ランディーに一人だったらそんなお遊びもありだったけど、戦争中でもない限り一般人は巻き込みたくないからね。ふぃ、こりゃまた過激な子だね。君、シャーリーと言ったか。改めて支援課のロイド・バニングスだ。あ、どうもどうも。こないだはごめんね、つい耳たぶ噛んじゃってさ。それはともかく、ここはクロスベル警察の分室で、君の座っているそのソファーも公費で賄われたものだ。トラップだの巻き込むだの、子供の前で不用意な発言は控えてもらおうか。ごめんごめん、つい懐かしかったからお兄にじゃれつきたくってさ。お前が俺に懐く玉か。大方おじきの使いで俺を呼びに来たんだろう。それって正解。パパが言ってたでしょ、いずれ話があるって。明日から忙しくなりそうだし、今晩あたりはどうかだってさ。あ、別に断ってもいいけど。断った場合は手段を選ばねえってんだ。お見通しなんだよ、お前のやり方。
調子が戻ってきたみたいだね。パパはロイエブランで先にやってるけど、どうする？いいだろう。みんな、悪いが夕食は俺抜きで。ねえねえ、ランディ、このお姉ちゃん、ひょっとして悪い人？キア。キアちゃん、下がって。悪い人はひどいな。っていうか何その子、めちゃくちゃ可愛くない？うちで預かってる子でな。手を出したら殺すぞ。わかった。少なくともこのビルを爆破するのはやめておくよ。もちろん冗談だからね。なんて会話。こりゃ心臓に悪いね。まあそういうことだから、おじきんとこに顔を出してくる。今夜中には戻るから、あんま心配しないで。でもさすがに危ないんじゃ。なあランディ、だったら俺も挨拶に伺っていいかな。お？ロイドさん。一応支援課のリーダーとして、同僚の身内に挨拶するのは礼儀だろうからな。それに高級クラブなんていい社会勉強になりそうだし。へえ、面白いねお兄さん。いいじゃんいいじゃん、せっかくだからついてきなよ。だったら僕も高級クラブノイエブラン一度遊んでみたかったんだよね。一応お兄さんってことになっているみたいだけど。うぅ、何考えてんだお前ら。シャーリー、お前も勝手に話を進めんじゃねえ。まあまあ、車で送り迎えするからさ。そうだ、お姉さんたちも来る？あ、でもその子とオオカミはさすがに連れていけないな。エリー、ノエル、夕食はキーヤと済ませてくれ。それと課長に一応。サイトは課長が戻るまでここの守りをよろしく頼む。おでも分かった。留守の方は任せて。気をつけてください。ねえねえライド、どこかに出かけるの？ああ、ランディたちとちょっと出かけてくるよ。遅くなるかもしれないから夜更かししないで寝るんだぞ。腹をくくるしかないんじゃない？これは確かラインフォルト社の防弾リムジンだっけ。早速こんな代物まで買ったのか。さすがに景気がいいじゃねえか。おかげさまでがっぽり稼いでるからね。シャーリー様、お疲れ様です。それと若、ご無沙汰しておりました。ガレス、久しぶりだな。それはともかく、さすがに若ってのはよせよ。バルベル様の件、お聞きになったかと思います。本当に惜しい方、心よりお悔やみを申し上げます。締めっぽい話はなしなし。今夜はパーッと行くんだから、ささ乗って。お兄さんたちも早く早く。ああ、それじゃあ遠慮なく。お邪魔するよ。さすが豪華だね。両兵団ってのはそんなに儲かるのかい？うちは特別かな。資産家や大貴族のお得意様も多いし、1000万ミラとか普通に入ってくるよ。
そんなに？トップクラスの傭兵を抱えたらそれなりに維持費もかかるし、当然武装は最新のものばかり。そろそろ飛行船でも手に入れたかよ。それはまだ。やっぱり頑丈さだとリベールの軍用艇がいいんだけど、なかなか馬に流れないからね。まあ、いざとなったら潜入して奪っちゃうって手もあるんだけど。冗談だよな。まあ、そういうことにしとけ。そうですか、そんなことに。ええ、ごめんなさい。せっかくティオちゃんがまた連絡してくれたのに。いえ、話が聞けてよかったです。とりあえず今日はこれで。また連絡させてもらいます。ええ、わかったわ。ティオ、またね。そのあんまり心配しないでね。はい、失礼します。はあ、ロイドたち本当に大丈夫なのかしら。相手が相手だけにさすがに心配。ああ、帰ったぞ。あ、課長だ。課長、お疲れ様です。遅くなった。状況は変わっていないか？ええ、先ほど連絡した時のままで。私たちも店の近くで待機した方がいいんでしょうか？ま、そう心配すね。ノイエブラン周辺には一家の監視も入ってるからな。あ、そう。ただ連中がその気になれば監視の目も潰されるかもしれない。とにかく今夜はあいつらの帰りを待つしかねえだろう。先生の御用達だったけど、最近は外国の賓客が多いんだって。ああ、そうみたいだね。ちなみに今日は貸し切りだから遠慮なくくつろいじゃっていいよ。自由気ままな子だね。ガレス、おもり。とんでもない。来たか、ランドル。おじき、ずいぶん唐突じゃねえか。前に会ってから2週間。こちらもいろいろやることがあってな。しかしお前がこの場に連れを連れてくるとは、2年前のお前じゃ考えられんな。うちのリーダーは義理堅いんでね。はじめまして、クロスベル警察特務支援課ロイド・バニングスと言います。同じく支援課の準メンバー、クリムゾン商会代表シグムント・オルランドだ。迷惑をかけた貸しもある。ゆっくりと飲んでいくがいい。ではお言葉に甘えて。ところで迷惑をかけたっていうのは旧鉱山の一件でいいのかな？さてな、腹も減ってるんだろう。
すぐに料理を持ってこさせよう。さて、積もる話もあるな。まずは客人、お前らからの質問に答えよう。それが目当ての一つだろうが。はい、話が早くて助かります。率直に言って、クロスベル警察はあなた方の動向に注目しています。特にどのような目的でクロスベルに滞在しているか。直球だな。俺たちがここにいる理由はいくつかあるが、もちろん最大の目的は契約を結んだからだ。それは帝国政府との契約ですか？ノーコメントだ。うちの業界にとっちゃ守秘義務に抵触するんだな。なるほど。それじゃあエレボニアのレクター隊との関係は？ルバーチ跡地の買収でお世話になったそうじゃない。あのザレ言使いか。鉄血の懐刀だけあって、なかなか面白い小僧だ。案外サオあたりともいい勝負をするかもしれんな。あのメガネ野郎も知ってんのか？去年連中の縄張りをかき回した時にやり合った。正直ぬるい仕事だったが、奴の手勢には食い下がられてな。まさかこの町でも顔を合わせるとは思わなかったが。噂のインケノには結局会えなかったんだよね。別の仕事をしてたらしくてニアミスだったみたいでさ。確かちょっと前までクロスベルにいたんでしょ？ああ、ルバーチェが消えてから音沙汰はねえらしいな。ってごまかすな。あのレクターってやつとの関係を聞いてんだろうな。つまりはノーコメントという。それ以上は察しろ。ちいいさ、ランディ。ちなみに差し支えなければでいいんですが、今回の契約というのはどのくらいの額なんですか？ほう。お兄さん、目の付けどころがいいね。なるほど、そんな反応が出てくるくらいの額なんだ。1億ミラくらい出てるのかな。ノーコメントだとはぐらかしてもいい。ま、今回の契約に関してはそのくらいの額と言っておこう。1億ミラ相当の契約。豪気だね。ろくでもねえことをやろうとしてる。サービスはここまでだ。それじゃあそろそろ本題に入るとしよう。ランドルフ、前も言ったが休暇は終わりだ。貴様には近いうちに次の刀身を継いでもらう。刀身、親父さんの異名だっけ？ふざけんな！何を口走ってやがる。まさか酒に酔ったとか抜かすんじゃねえだろう。簡単な話、赤い星座を率いるのは刀身でなくてはならない。そしてそれを継ぐのは兄貴の息子である貴様の義務だ。なんで俺が刀身が必要ってんなら、あんたが継ぎゃいいだろう。なんならシャーリーでもいい。女じゃいけない理由はねえはずだ。俺はあくまで戦機、戦場を蹂躙するだけの。兄貴みたいにはなれんし、またなりたいとも思わない。それはこいつも同じ。いや、ある意味俺以上だ。
信なんて柄じゃないな。ランドル、貴様には分かっているはずだ。兄貴がなぜ長年の宿敵と決着をつける気になったのか。かつて兄貴は貴様に試練を与えた。そして貴様はそれを乗り越え、見事刀身を継ぐ器を示した。お前も気づいているはずだ。もう他の者にはなれぬ。刀身を継ぐ試練。今はヘタれてるけど、昔のランディ兄はすごかったよね。何せ西風の大部隊を撃破するためにあの村を。黙れ、頼むから、それ以上しゃべる。ランディ、ダサ。ちょっとショックだな。これでも昔はランディ兄に憧れてたこともあったのにさ。そのくらいにしておけ。今夜は帰るぞ、シャーリー。あ、その姿、兄貴が見たらどう思うかよく考えてみる。それ以上無様を晒す前に、従うか逃げるか抗うか決めるがいい。さもなくは死ね。おやすみ、ランディーに。お兄さんたちもまたね。お嬢たちを連れてこなくてよかったぜ。さすがに格好悪すぎだろ、ランディ。すまねえな、無様なところを見せちまったみたいだ。そんな風に言うなよ。どう考えてもおかしいのは彼らの方だろ。でもそこまでへこんでるところ意外と図星だったみたいだね。マジ？ああ、この上もなく図星で。ってのを継ぐって話はともかく、いろいろ収穫があったみたいだな。連中が今受けてるのは道を組み出そうという契約。契約相手は流れからして帝国政府なのは間違いねえだ。それと明日から忙しくなりそうとか言ってたから、やっぱり通商会議の期間中に何かしでかすつもりみたいだね。そうなると、その1億の契約のないルイド、どう思う？あ、はい。大統領の暗殺、いや違うな。仮にそうだった場合、1億ミラというのは。その通りだ。この時点で考えられるとすれば、鉄血宰相の安全確保くらいだろう。ありそうだな。うん、でもそれだと逆に最初だって
自分の護衛は引き連れてくるんだろうし。確かに帝国にしても共和国にしても、もちろんそういう表向きの護衛、ただ彼らの動向を見る限り様々な形でクロスベルという土地を把握しようとしているのは確かだ。それこそ俺たちや遊撃士と同じく、何かあっても、確かに、まあ現時点で推測できるのは、明日は各国首脳が来訪し、オルキスタワーの除幕式がある。ああ、ちなみにお前らにも現場に出てもらうぞ。現場ということは除幕式？どうやら赤い星座の方に目を奪われているみたいだからな。傍聴やテロ対策なんてのは本来お前らの仕事じゃない。ここらで気分を切り替えて、もうちょっと状況を俯瞰してみろ。なるほど。耳に痛いツッコミだな。除幕式ということは警備に参加するということですか？ま、名目上はそうだが、それよりも除幕式の様子を観察することに専念しておけ。通商会議が始まる時の空気、首脳どものオーラ、また違った視野が持てるはずだ。了解しました。それじゃ特等席から鑑賞させても。まだ起きていたのか。明日の出発は早い。いい加減寝たらどうだ。一応こちらの報告にも目を通しておきたいからね。士官学校か。まさかお前がそこまで真面目に職務に励むとはな。確かなようだな。海援校の手の者が密かに手を回しているようだ。あの人か。そんなところじゃないかと思ったけど、規模の方はつかめているのかい？いや、そちらは不明のままだ。情報局もそのあたりはつかみ損ねているようだな。自業自得とはいえ、最小殿も災難だね。意外と僕もまとめてターゲットにするつもりかな。シャレになっていないぞ。やはり第7師団からの護衛を増員した方がいいのではないか。今からねじ込むことも可能だろう。いや、それには及ばない。最小殿ならともかく、僕のキャラでそれをやったら気づいたイメージも台無しだろ。それに僕には君がいるからね。君の腕の中で守ってもらえればもうそれだけで十分さ。さて、俺も早く寝るか。すみません、調子に乗りました。いずれにしても明日のうちに姫殿下と話をしておきたいかな。そちらの段取りはどうだい？ああ、巡査殿と連絡は取れている。明日の昼食会の後、夕方くらいの時間になるだろう。そうか。1年ぶりくらいかな。エステル君たちが残っていたら同窓会が開けたんだけどね。シェラ君も忙しそうだから出張できる余裕はなさそうだし。せいぜい僕は最先端のアーバンリゾートを満喫させてもらうとするさ。あ、君と巡査殿の相引きを邪魔するつもりはないから安心してくれたまえ。
なんだったら噂のテーマパークでデートしてきたらどうだい？余計なお世話だ、アホ。しかしいつも以上にくだらんざれ事が多いようだが、まさかよからぬことを考えてるんじゃないだろうな。ギク。あははは、やだな。そんなわけないじゃないか。明日は首に縄でもつけておくか。まあ多分これが最後の外遊になるだろう。最小殿の狙いを探りつつ、大陸全土の動向も見極める。相変わらず苦労をかけるけど、よろしく頼むよ、親友。無論だ。この雲の流れ具合だと向こうの方も晴れなのかしら。いつもご苦労様。やっぱり共和国方面でも火種がくすぶっているみたい。そして兵員の存在と大陸有数の両兵団の介入、やはり鉄血最初の配下として動いて。何でもないわ。明日は北東に向かうから、このまま船に乗っていてね。いくらあなたでも外国までついていくのは大変でしょうから。殿下、こちらにいらっしゃいましたか。風に当たりたくなって。どうも明日からの会議に少し緊張しているみたいです。ご冗談を。来ていたのか。これを R&A リサーチからの報告を届けてくれました。ルシャール殿からも拝見させていただきます。急進的な民族主義者、それにどうやら想定外の事態が各方面で進行して。ええ、王子とお会いしたらそのあたりもご相談しないと。それとちょっとしたツテを頼らせてもらうかもしれません。ツテですか。ええ、本当に頼っていいのか見極め、もしかしたら私たちの助けになってくれる。ああ、エステル君たちが言っていたという。なるほど、ギルド方面とは別に当たってみる価値はありそうですね。ええ、おばあ様が主導された不戦条約が結ばれて2年、戦争は回避できましたが、大陸全土で目に見える圧力が高まりつつあるようです。なんとか不戦条約に代わる新たな枠組みを模索しないと。なるほど、なかなかどうして使いやすい端末じゃないか。財団きっての天才 SE、 ヨナ・セイクリッド少年か。旧式のネットワークとはいえ、
ここまでの環境を構築するとはね。
しかし鉄血宰相かなりガタイがいいじゃねえか共和国の大統領の方はひょうひょうとしたタヌキって感じだね。リベールのクローディア王太女も素敵ですね。それにあのユリア巡査をこんなところで見られるなんて。各国首脳の皆様、ようこそ遠路はるばるクロスベルへいらっしゃいました。クロスベル市の市長ディーター・クロイスであります。この度は西ゼムリア通商会議に参加していただき誠にありがとうございます。通例ならばこの場で歓迎の意とともに開会宣言をさせていただくところですが、その前にこの記念すべき日にこと寄せて皆様のお時間をいただきたいと思います。ご紹介申し上げます。クロスベル市の新市長者として貿易金融都市クロスベルを象徴する新たなるランドマークとして、何より大陸全土の平和と発展に貢献する国際交流センターとして皆様お披露目させていただく大陸史上初の超高層ビルディング、オルキスタワーであります。まるでリベルアークを思い出してしまいますね。ええ、さすがにアクシスピラーほどの高さではありませんが。なんとも豪気じゃないか。君の報告は受けていたが、まさかここまでとはな。ええ、私も実物がここまでとは思いませんでした。さすがは IBC の資本力といったところでしょうか。実際大したものだ、この因縁の地にこれほどの大伽藍を築く。とりあえず一度屋上に登ってみたいな。市長さんに頼んでみたら登らせてくれるのか。それでは改めまして首脳の方々およびこの場にいる全ての関係者の立ち会いのもと、西ゼムリア通商会議の開催を宣言させていただきます。大したものですね。
素晴らしい。この光景を見ただけでもクロスベルに来た甲斐があった。首相のこと、まあいい、私は行くぞ。脳は奇妙なネズミどもが入り込んでいるようだから。ええ、そちらはお任せ。それと明日のイベントにはぜひともあなたが来てくださるだけで相当な箔がつきます。さらばだ。相変わらず神出鬼没で、あの気まぐれさえなければこちらも助かるのですが。どうやら気まぐれというわけではなさ、彼がこちらに協力してくれるタイミングにはルールがある。それを見極めておけば滅多に。しかしそのルールとは一体。まだ秘密です。ここまでは段取り通り、明日のイベントの成功のためもう一頑張りしてお。はっ。うわー、あのビルとんでもないね。ねえねえ、シャーリーたちでぶっ壊せたりしないかな。気持ちはわかるがやめとけ。いずれあのビルにも役立ってもらうつもりだからな。残念。まあいいや、街の方もぶらついてくるね。あのビルのせいですごくにぎわってるみたいだし。ああ、行ってくるがいい。さすがお嬢だぜ。よっぽどあのビルが気に入ったんすかね。それもあるだろう。だがそれよりも血の予感に酔ってるんだろうさ。うん、なるほど、シャーリー様らしいかと。さすがは俺の娘。どうやら明日はたっぷりと楽しませてやれそうだ。かくして運命の塔は現れ、あまたの因縁を巻き込みながら。ブルブランがいかにも好きそうなシーンだな。まあこれだけのイベント、彼なら勝手に見に来てそうだけど。おっと、来た来た。あとは彼らと私だけか。それじゃあせっかくだからお楽しみの準備もしとこうかな。のテコ入れでやっと完成したんだっけ。まさかあんな綺麗なビルが建てられていたなんて。やっぱディーター市長はやることがでかすぎるぜ。ママアンディ、探検に行ってみよう。また怒られる。まあ気持ちはわからなくもない。すごいな。確かにすごいビルだな。カルバードじゃ考えられないぞ。うん、うちがこの街にこだわるのもわかる気がする。みんなすごく盛り上がってるね。ねえねえキアちゃん、そんなに大きなビルなの？キアちゃん、そこにいるよね。あ、ごめんね、しずく。すっごく大きいよ。色も青と白で綺麗でスラーっとしててかっこよくて。でも、なんでだろう。初めて見るはずなのに。キア、あのビルどこかで見たことある気がする。なるほど、通商会議の本番は。
ああ、今日のところは昼食会に各種懇談会ってところだな。夜には晩餐会に加えてアルカンシェルの感激があるらしい。迎賓館というとハルトマン元議長の屋敷ですね。へえ、あのバカでかい屋敷、そんな風に使われてんのか。ま、ハルトマンについては汚職や違法取引に関する罰金が凄まじいほどの額になったから、その代償として没収され、迎賓館として使われたってわけだ。まあ自業自得でしょうね。それじゃあ当然ミシュラム方面は封鎖ってわけかい。ええ、総商会議の期間中はホテルやテーマパークも臨時休業だ。そっちは警備隊が詰めているから心配する必要はないだろう。わかりました。俺たちの方は昨日に続いて支援活動に専念しますが。それで構わんだろう。招待客の中には昼食会の後クロスベル各地を訪れる者もいるようだ。了解しました。しかしさすが招待客どもは特に鉄血採取、ありゃただもんじゃねえぞ。ああ、あのレクター大尉が控えていたのも、最初本人はそれ以上に悪共和国のロックスミス大統領は親しみの持てる雰囲気だったけど、でもすぐ近くにあのキリカさんが控えていたな。カルバードの諜報組織ロックスミス機関の人間、庶民派で知られる大統領だけど、やっぱり一筋縄ではいかなさそうね。でもリベールのクローディア姫はさすがに気品がありましたよね。一緒にいたユリア巡査もすっごくかっこよかったですし。ああ、リベール王国の王室親衛隊の女性隊長だ。何でもその筋じゃ熱狂的なファンがいるらしいけど。そう私もちょっとファンだったりし。へえ、そうなのか。なんだなんだ、お嬢そういう趣味だったのかよ。別に趣味ってわけじゃないけど、その前にリベールに滞在した時、王室親衛隊のパレードを見物して、写真集なんかも出ていたから思わず買っちゃったのよね。なそれ後で見せてください。いいわよ。やるやる、嘆かわしい。男装の霊人は一種のロマンだからね。僕としては帝国の王子殿下も結構気になったけどね。オリバルト王子か。最近割と聞く名前だけど。リベールの異変の解決に一役買ったことで有名な方ね。それからいろいろな催しに出席して評判になっているみたいだけど、確か王位継承権は持っていらっしゃらないのよね。そうなのか。あれ、リベールの異変の解決に一役買ったっていうことは、エステルやヨシアたちと知り合いだったりするのかな。あ、そういえばあの二人顔が広そうだったし。あり、ただいま。キーア、ザイト、おかえり。お
しずくちゃんは一緒。ああ、うん。お父さんと病院に戻っちゃった。でもビルのお披露目は一緒に見たよ。すっごかったね。ロイドたちは近くで見た。ああ、正直大きすぎてよくわからないくらいだった。ま、とんでもないビルってのは嫌ってほどわかったけどな。キーアちゃんの方がバッチリ見えたかもしれない。うん、すっごくかっこよかった。花火だっけ？あれもすごく。でも、ん？あ、ううん、なんでもない。ロイドたちはこれからまた仕事に出かけるの？ああ、夕方には戻ると思うけど。課長の方はどうですか？今日は俺はここで待機だ。何かあったら連絡するから遠慮なく出かけてこい。はい、お言葉に甘えて。端末をチェックしてから出かけましょうか。いろいろ来ているけど、この演奏家の創作っていうのはちょっとよくわからないけど。いやあ、でもまさか遊撃士のお姉さんたちの要請とはね。訓練ってのは色気がねえけど、時間があったら寄りたいよな。いい機会かもしれませんね。こちらの猫の創作というのはあのご家族からみたいですけど。なあ、東通りに引っ越したボンドさんのところで。いろいろ大変そうだし、できれば力に。そうね、私も賛成。私たちを頼ってくれたみたいだし、忘れずに訪ねてみましょう。タワーのお披露目とビップたちの来訪で、ま、いろいろ回ってみるのも。
しますか？どこに行きますか？お安いご用です。はい、到着しました。